彩夏東吉地から1915年7月29日は、明治末期から大正初期にかけて活躍した実業家、大義士。各地の電気会社や鉄道会社の経営に参画し、電気王と称された。1870年大阪に生まれる。大阪の実業家のデッチとなり、その実業家の援助により、教立学校に入学する。 卒業後大阪電灯株式会社に入社。1893年には退社して東京の三好電機工場に入社する。三好電機工場は京都電気鉄道の建設工事を受け負い、そこで西賀は現場監督となる。1896年、三好電機工場を退社して今までの経験をもとに京都で西賀電機商会を設立する。 西害電気商会は当初紡績工場での照明電気工事の請負いなどしていたが、やがて地方の電気会社や鉄道の設立に関与するようになった。地方では電気会社や鉄道の設立の機運が高まっていたがノウハウに乏しく技術者や関係官庁との接触ができる人物を必要としていた。そういった地方に西害が乗り込み提案した。 サイガ電気商会が工事を請け負い、資材の購入をし、技術者を送り込んで、技術指導をする。資金が不足していれば、資金の提供をする。そうすることによって、電気会社や鉄道が地方でも実現できた。サイガは全国を飛び回り地方の資本家たちに提案していき、短期間のうちに次々と会社を設立し、その会社の責任者となった。 サイガが関係した企業は100社とも150社とも言われている。当時の新聞によると破綻した時点で以下の各社の名が挙げられている。また大義士を務めていた伊予鉄道社長の井上、金目が立候補を辞退してサイガが後継に指名され、愛媛県から1908年に大義士に、1912年にも再選される。設立した鉄道会社などから、 工事代金を株式で受け取り、それを担保に金融機関などから融資を受けさらに新規事業に投入するという形で拡大を続けた災害電気商会であったが、経理は不透明であり、取引金融機関にさえ営業報告書を提出しなかった。そして三井の不正手形事件が起こってからは、金融機関が手形に対して警戒を強め、 手形割引しづらい状況ができていた中、明治天皇の体操の例により、一斉に銀行が1912年9月13日より15日まで臨時休業した。その結果地方からの入金が滞ったため9月16日付あたりを出し、西賀電気商会は行き詰まった。西賀は北浜銀行の岩下清近や日本生命の片岡、直春らに救済を求めた。 右予曲折のうち岩下清下は、日本工業株式会社を設立して、再建に向かって動き出したが、その後日本生命は手を引き、北浜銀行が破綻したため、日本工業は解散せざるを得なくなり、救済はならなかった。関係する会社の代表を知りいた、最後は、日本工業で一社員として務めることとなりその5915年に、亡くなった。 宮崎鉄道では調理金100円を支給している人事更新録3班議員死去。官報1915年8月2日三吉電機工場は工部省を退職した三吉省一が設立した工場で民間では最初期に発電機を製作した京都電気鉄道には電車の電動機を収めている1898年に倒産 工場は岩垂国彦が買収して日本電気の母体となった。1897年に西川は九州の電気軌道に機械を収めたが開業が遅れたため代金の回収ができなかった。そのため西川は工事の特例と資金の調達を渋次軌道を開通させたという。この時の会社設立の経験からやがて本格的に参入するようになったという。 1910年に、低新小電機局が把握した1年間の計画事業者数は、伝統企業104電気軌道と伝統経営を計画した企業91であった。ただ、後年開業に至った企業は1、4に満たなかったという。会社所在地は、伊予鉄道100年史102ページを参照。この他にも石川鉄道、宝石鉄道、宇和島鉄道、天理京弁鉄道、 野辺寺電気、ほこた電気、ゆくえ電気、つくば電気、かまえ電気、よしだ電気に、西賀の名前が見られる。1912年に、宮津電灯、丹波電気、丹後電気三社合併社名変更したもの、電気事業要欄。第8回設立明治40年社長、小林信近、日本全国諸外社役員6。明治44年、1911年8月免許。 京弁鉄道免許状下布、官報1911年9月4日。1915年執行、京弁鉄道免許執行、官報1915年2月6日、1912年9月、日向水力電気に合併、電気事業要欄。第7回、1913年9月事業開始、電気事業要欄。第7回1917年東京電灯に、 事業場と電気事業要欄、第10回会社未設立、電気事業要欄、第6回井上要、愛媛県史、人物1989年、70から71ページ議員の無料パスで全国を回っていたという。衆議院要欄によると、第10回から第12回の3回当選。取締役、岩下清地か、中島熊吉、 早見太郎、郷政之助、馬越恭平、北岡鶴松、日本全国諸会社役員6。第23回、田尻博之、宮崎交通鉄道部、RM ライブラリー69、猫パブリッシング、2005年、4から9ページ。ありがとうございます。